ご覧いただきありがとうございます。賃貸の先の田中です。本日は木津川市梅見台にございます。綺麗な 2LDK の賃貸アパートにお邪魔しております。こちら、大手ハウスメーカーさんの大東建託さん施工の、とてもピカピカなお部屋となっております。早速こちら玄関の方からご紹介いたします。玄関の方には全身の姿見がついた大きなシューズボックスが備え付けとなっております。そうですね、中はこんな感じで高さも変えていただけるようになっていますので、女性の方なんかは、ロングブーツなんかもね、収納していただけます。で、こちらの階段上りまして2階に上がれますね。手すりの方もバッチリついております。で、階段上りましたところが、まずちょっとしたこういうスペースになっております。日用品のストックなど収納していただけますね。こういった収納は結構便利なポイントですね。で、こちらが、リビングのスペースとキッチンのスペースになっております。キッチンの方がこういった、カウンタータイプのキッチンということで、こういったリビングを見渡しながらお料理していただけますので、テレビを見ながらでしたり、小さいお子様の目の届くところでお料理していただける素敵なキッチンです。で、キッチンの方が、シンク、調理スペースがゆったりと取られた綺麗なキッチンとなっております。後ろのスペースも充実してますね。で、セキュリティの面としましては、こちらがカラーのモニター付きのインターホンとなっております。こういった形で結構鮮明に映りますので、来客者様のね、お顔バッチリ確認できますし、2階のお部屋ですので、わざわざ1階まで降りていた行かなくても対応していただける安心の設備です。そしてリビングの方にはエアコンがあらかじめ1台備え付けとなってますので、ご入居の当日から快適にお暮らしいただけます。で、こちらが今こんな感じで日当たりがいいバルコニーがございますね。もう洗濯物もね、早く乾きそうな本当に明るいバルコニーですね。で、リビングの隣の方には洋室がございます。こんな感じの洋室ですね。こちらの方にはクローゼットもございまして、ハンガーパイプと棚が通ったクローゼットとなっております。奥行きの方もね、結構ゆったりしてますので、下の方にはカラーボックスなんか置いていただきますと収納力がアップしそうですね。で、キッチンの後ろのスペースが水回りとなっております。こちら独立の洗面化粧台、シャンプードレッサーもついておりまして、室内の洗濯機置き場と、こちらがね、カラーパネルがおしゃれなお風呂となっております。カッターまでゆったりと使っていただけるようなタイプとなってまして、追い焚き機能でしたり、浴室乾燥の設備もついてますし、こういった小窓がついてますので、換気もバッチリしていただけるお風呂です。そしてこちらがお手洗いですね。ウォシュレットもついております。で、最後にこちらの洋室ですね。なんとこちらのお部屋の方にもエアコンがあらかじめ備え付けとなっております。エアコン2台付きの物件というのはかなり珍しいですので、初期費用もね、ぐっと抑えられますね。そしてこちらが、ウォークインクローゼットとなっております。今大人気の設備ですね。ハンガーパイプと棚と、こちらの方にもちょっと奥行きのある棚がございます。このスペースだけでね、かなり大容量の収納スペースとなっております。こちら、梅見台というエリアは本当に閑静な住宅地となっております。周辺の方には綺麗な一戸建てや、綺麗なアパートがたくさん立ち並ぶ、とても静かな場所となってます。スーパーやコンビニでしたりも充実している場所となってますので、ファミリーさんでしたり、新婚さん、カップルさんにぜひお勧めできる 2LDK のアパートです。詳しい情報につきましては、賃貸の魔先ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の魔先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。で、賃貸の魔先では、GOGO キャンペーンやネット予約サービス、その他各種サービスを実施しております。まずは一度お問い合わせください。